皆さんこんにちは。今回は後手番でやっていきます。相手の方は中飛車ですね。あ、いやどうしようかな。中飛車に対してやるのもどうかっていうのはあるけど、ちょっと2手目3二金やりたいと思ってたんで、ちょっと2手目3二金やりたいと思います。まあこれってそもそも振り飛車にできるのかっていう、ある意味挑発の意味がある戦法なんですけど、まあもう振り飛車宣言してるんで、ちょっとこれやるのはどうかっていうところはあるんですけど、ちょっとやっていきます。まあ、なんでやりたいかっていうと、以前コメントでもいただいてたんですけど、コメントいただいてなんか改めて思い出したんですけど、この2手目3二金って昔佐藤康光九段が竜王戦の、タイトル戦で採用した一手で、結構その時のタイトル戦の棋譜並べたので、なんか懐かしいなと思ってちょっとやってみる次第です。なんか昔永世竜王への軌跡っていう渡辺名人の本があって、なんか過去の竜王戦の棋譜を渡辺名人が解説するっていう本なんですけど、それを何回も並べてこう懐かしみを覚えまして、懐かしさを覚えましたね。まあ銀出てこう中央モリモリ行きますか。まあ、角これ多分飛車回ってくるんですけど、角上がって受けるのはちょっと違うかな。まあでも銀出て銀出を見せて、ちょっと銀出て歩突きに銀出とかは荒いのかな。受けるなら角ですけど、それでも来る手はあるんですよね。歩突き同歩同銀、同金なら香車取るみたいな。あともう穴熊なんで、角出るとなんかもう角切って同歩に歩とかされるのもちょっと気になりますね。同歩同銀で玉頭を攻めるみたいな。そう考えると銀かな。歩ついて銀出て、どこに逃げてくるか。下かな。まあまあまあ、それで勝負かな。でこの2手目3二金のその竜王戦の何がすごいって、佐藤、当時2冠だったかな、佐藤2冠がその竜王戦7番勝負で2勝3敗で負けてる時に採用したんですよね、第6局で。で勝って、で第7局振り駒で後手番になった佐藤、確か当時2冠だったと思うんですけど、がまた採用するんですよ。2連続2手目3二金っていう、そういうエピソードがありますね。1局目は渡辺竜王、当時竜王が矢倉で対抗したと思うんですけど、それで負けて、今度は中飛車で対抗したはずですね。それでなんか相振り飛車みたいになって、まあ難解な戦いの末に結局、渡辺竜王が勝って防衛となったタイトル戦があるんですけど、まあ渡辺竜王ややこしいんですけど、居飛車党なんですけど、まあ、この3二金ってちょっと振り飛車にされた時に損っていう意味があるので、まあ、7局目ではこう普段指さない中飛車を指したっていう感じですね、渡辺竜王が。でもなんか最近はこういうなんか金上がっていく指し方とかも普通に出てきて、まあ、服部五段が本書かれてたりしますけど、こういう指し方が普通にあるので、2手目3二金もそんなに損にならないんじゃないかっていうのがあって、ちょっと採用してみたんですけど、これは銀ならずかな。ならずなら角出てきた時に成りでひっくり返れるので、歩突きが間に合えばいいんですけどね、ちょっと間に合いそうにない。多分取られて間に合わないんで、これで銀になって、とりあえず角を取りに行って、あーうまいな。なるほど、これでまた入ると今度はかわされるのか。だから今ならずで引いた方が良かったかな。そうするとでもまた引いて千日手か。難しいなこれ。歩ついて取って歩なったら切ってきますよね。で同角で銀出てとかで勝負されて、まあでもそれで引いて意外に継続しないかな。まあそれに期待するか。ちょっと穴熊が硬すぎるんで怖いんですけど、これでなっといて切って同角で、まあ、銀出てくると思うんですけど、引いといて、これで継続手がないと言っておきますか。意外に金風だけだと、まあ、金打たれても同桂でまだ取れるんで、意外に攻めがないと言っておくか。まあ、こっちは攻めには困らないですね。と金入って同金なら飛車成りとか。まあ、今ちょっとと金には同飛車が成り銀取りになるのが気になるけど、まあまあそういう筋があると。まあ、一回叩いて同飛車にと金入るとかもあるし、
まあ、この辺りまではお互い、うおー、アナグマこれはアナグマこれはアナグマって感じ。まあさすがに同桂ですね。ただ同桂同歩成同銀に桂馬打てば銀が動くと飛車で王様取れる形なんで、まあ銀は取り返せるでしょっていう狙いですね。いやーでもさすがにな、攻めつながらないと思うんだけど、それ同銀同歩成同角も考えられるけど、まあ上から銀とか気になるからさすがに同桂 で同歩成同角っていうのもあるんですけどね。どうせ桂馬で、これ銀で取っても角で取っても桂馬でここにいる駒取られるんですけど、角取ってもらった方が守りの銀を残せるんで守りが固いっていう意味はあるんですよね。ただ同角だと桂馬打たれた時なんか受け方が難しい気がする。同銀だと桂馬打たれた時に歩打っといて桂成同玉で耐えとくっていうプランがあるんですけど、ちょっとそういうのもなさそうだし、同銀かな。桂馬に歩打っとくぐらいでどうですかね。桂馬に歩、ああそっち、まあこっちなられても別に厳しくないから、ここは一回歩打って受けたい。放っておいて桂成同角歩とか打たれ出すと結構厳しそうなんで、ここは歩かな。で桂成同玉銀で上から押さえてくると思うんですけど、まあ金打ってどうかみたいな感じかな。歩ついてきたら桂馬、歩で我慢するか。桂成に同角の方が玉露出しないんで硬いんですけど、それ飛車走られていつでも切る手が残るのは薄すぎて気持ち悪いと思うのでちょっと嫌。これ相手こっち取ってくるのもありますよね。で次銀出てこう銀成を狙う。桂成には一回歩打っといて成桂引かせればこう銀が出れないっていうことがあるので、まあそれでちょっと攻め遅らせてと金とか間に合わす感じかな。と金って間に合うのいつの時代って感じの手ですけどね、このと金は。さすがに、まあでもそれを間に合わすしかないかな。なんかあんまり駒渡すこともできないし、と金でもこっちは同飛車が気になるか。それはちょっと気になるかな。開けないですね。まあこれ同角はないから、ないというか嫌だから、飛車走りが同玉で銀か銀ですよね。こっちかな。こっちはここに金打つ手があるから、こっちかな。まあ、こっちでも金かな。あ、でもこっちはここに金打てばいいのかな。難しい。ここに銀打たれた時に、ここに金打つと、なんか銀引かれて、こう金取りにされた時に、この銀が働いてきそうで嫌なんですよね。ただ、こっちに打たれた時に金打てば、銀引きには銀取れるんで、なんかすごい微妙な違いですけど、こっちに銀なら金なんかな。まあでもそこで引いて、まあ同金同飛車ってなればこっちの手番だから普通は得か。まあ角とか打って飛車いじめれば得しますかね。銀は金打って、銀は金打つか。これ2歩あると相手の方がなんか歩打って同歩歩とか叩くって気になりますけど、ないんで。で銀打ってきましたね。ここまでは予定通り、いい感じに予定通りで進んでるけど、予定通りに進んだからといっていいかどうかはわからないのが将棋。そういうとこはある。桂馬打つ手もありますけどね。ちょっと銀捨て同桂歩とか気になるかな。まあでもそれ逃げて取って、そここに歩受けとけばあれだけど、ここに桂馬打つとちょっと逃げ道塞がるのが気になるんですよね、こっちへの。だから金打つか。でも多分歩ついて決死の覚悟で攻めてくるんですよね。次歩突き同金銀でを見せて、まあ、金で歩なら桂馬打って飛車道止めて桂成狙って銀引いてくると思うんですけど、そこでと金入って勝負みたいな感じかな。ちょっとここだけはがっちり受けときますか。いやーそうですよね、ついてきますよね。いや予定通りなんだけど、予定通りなんだけど分かんない。で桂馬打って、で銀引いてくるんだと思うんですよね。まあこれ桂馬打っとくと後々と金入って飛車でこう桂馬取った時に桂打ちからなんか詰ます筋があるので、一応なんか攻め合いが見込みやすい意味はあるかな。
攻め合いでいきたい。いやーそうですよね、引いてきますよね。で次歩突き狙われて、でも歩突きは寄れば大丈夫なんかな。取られても同歩で、まあ、桂馬の王手には引いとくぐらいで、別にここで捨てて同飛車で飛車成り、成銀取って金取るの攻め合いは勝てそうな気がする。と金捨てて同飛車飛車成りには金寄りで一回弾いてくる手が気になるけど、それ勝ちに行くなら飛車取って同金になんか飛車下ろすとかなんだけど、なんですけどね、ちょっとなあーでもと金捨てて同飛車に飛車成りで金寄ってきたら、まあ飛車引いて成り銀に紐つけとけば相手の方指してないですか。いや違うな、いや分からん、これ歩ついて金逃げて取って同歩桂まで逃げて垂らすとかあるんか早い、早口すぎる。まあでももうそろそろ行かないとしょうがないか、これ歩突かれると気になるな。でも歩ついてさすがに金逃げようかなと思うんですけど、取って同歩にそこで桂馬打ってきて上に行くのはちょっと怖いんで引きたいんですけど、歩垂らされて次の歩成りが結構受けにくいですよみたいなノリがちょっと嫌。まあ歩成られてもどんどん逃げていけるから結構こっちの玉広いと思うけど、いやなんせ相手玉が硬いなんせ相手玉が硬すぎる。これ多分ソフトにかけたら形勢はこっちがいいんですよね。ただな、勝ちきれるかどうかはまた別問題で、将棋ってそういうところあるから困るよな。評価値がいいから勝てるとは限らない。それが人間という生き物であってですね、急に哲学的な話、人間というかお前の終盤力を鍛えろと、そういうことは、そういう説はある。むしろそういう説しかない。いやーこれ食いちぎって同歩桂馬嫌やな。こう食いちぎって同歩桂馬で逃げて歩垂らされると、こう歩の裏側から攻められてるんで、こうここに歩って受けることできないんですよね。とはいえそこで銀打って受けるのもあるけど、そこで飛車走られるとここに銀打っちゃってるんでまた歩打てないみたいな、いろいろ。いや絶対来るな。いや来た、同飛車じゃないですよね絶対。1億パー違いますね。だって同飛車は歩で勘切れ、勘切れ説ある。勘切れっていうのは完全に攻めが切れたっていう意味ですね。飛車走りは歩でいわゆる勘切れだから桂馬打ってくる。玉上がって桂取り見せる手もあるけどな、銀引かれてな、それ飛車走りからのほぼ詰めろみたいな感じになっちゃうんで、さすがにまあそこで銀受けるとかあるかもしれないけど、差しきれんよなさすがに、怖すぎて。いやー強い人はやるんかな、桂馬に玉上がり。ファイターすぎるけどな。 TikTok の通知来たお父さんお仕事辞めるらしいって知らんがな知らないんですけど、 TikTok の通知って謎すぎるんよな、謎の通知ばっかり来る。いやーどうしよう、桂馬打って玉上がる、銀引きに銀打ち、いやーそれは怖すぎる。やっぱ桂馬には引くかで垂らされるよな。金取った方がいいのか飛車なった方がいいのか、まあ飛車なるかで歩なって逃げて角取られて金取って、穴熊硬すぎて切れそう。まあでも桂馬で逃げて垂らしたら取ってなって逃げて角取って金取ってってすればこっちの玉広いか。あでも飛車走られて飛車成り狙われるか、でちょっと早逃げしといて成られたら金合いとかして、うんちょっとおかしい気もするけどな。なんかどこまで行っても薄さが気になる今日この頃。まあでも相手の方としてはなんかこう桂馬食いちぎってから長考っていうのは偏重に見えますけどね。まあ食いちぎったらもう同歩の一手なんで、あーなんか桂馬だとちょっと自信なかったのかな。これはもう飛車成り、あーでもこそうか、今飛車成ると取られて取った時になんか歩たたき同玉飛車が王手みたいな
そういう話出てくる。成って取って取って歩打って逃げて銀で逃げて取って桂打って同銀竜。まあそれ言ってがちでしょ普通は。ね。普通は勝ちと言わせてください。ここは踏み込みどころと私見ました。これで取って。まあ叩いてくると思うんですけど、あ、叩きかそっちか。まあこれで逃げて。ちょっとな、飛車走りが怖すぎるんだけど。これ桂馬捨てると桂馬同歩銀の筋があんのか。いやー怖いね。なんか通ぶって角とかあるけどな、同銀なら桂馬から詰みそうみたいな。それは通ぶりすぎ。同桂もさすがに桂馬から詰みそうだけど、それが読み切れないんよな。それで同桂で取られて詰みませんっていうのが一番やってはいけない。犯罪級の犯罪なんで、それは。桂馬同銀竜は銀埋められた時にわからん。まあ銀使わせたから逃げるとかいう発想もあるかもしれないけど、ちょっとそれは違うよな。角捨て同桂、桂馬逃げる、桂成同銀金逃げ。いやそんなことする。いやちょっと待ってくれよ。いや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 、まあでも捨てるか。あ、竜切り同銀桂馬から詰ますのがあれやったか。これ角が手筋なんですけど、同銀で分からん。角つなぐ、取って同角成り、受けは難しそう。詰みは歩成りで逃げれば詰みもなさそうではあるけど、いやそれ怖すぎるけどな。いやなぜどうしてこうなったって感じ。もうちょっといいはずなんですけど。いや竜逃げる人おらんよな。いやいるか。いやビビりすぎか。冷静に見てこっちの玉寄らないでしょう。普通に考えて飛車渡しても歩成りに同、いや同角は危ないか。歩成りに逃げとくぐらいで、飛車には金で弾けるから、うん、逃げといて詰みがなければいけると思うんだけどな。まあでも飛車打ちとかでややこしいんかな。まあでも同馬同銀銀か。いや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 、将棋は怖い。将棋ほど怖いものはあるかもしれないけど、将棋も怖い。桂打ちは銀でほぼ必死か。いやーそれ飛車引きとかもあるけど、いやー飛車ね、まあ角は渡せるからとりあえず取って銀で詰めろかける。角打たれたら飛車が詰めろかな。大体大体、ああそんなバカな、そんなバカなことがあっていいのか。いやーやってるわ、この人やってます、この人やってます。はい、しかしここで詰めろがかからない読み、これは予定ですね。角を使わせて、いや大丈夫かよこれ、角でとか詰めろじゃないよ。やってるなー。角取りはさすがに詰めろじゃないから銀取って勝ちかな。うん、角でとかの方が怖いな。角切り同玉桂成り、同玉で刺す。飛車走りはまあもう銀埋めまるし、埋めれましょう、埋めましょう。同角成り同桂、桂打ち。いや相手玉 Z なんよな。いやマジでやってる。この人マジでやってます。同飛車成り同桂、桂打ちは詰めろ、取って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 銀1枚足りないと思うんだけど、結構際どい、際どすぎる。同金は桂成りがきつすぎるんで、と金寄りとかあるけどな。それは詰めろ。いやーこれは最後詰まされたら泣くことになる将棋な気がするな。銀打ち同金桂成り、なんじゃそりゃ、ひえー、これは比叡山。取ると同桂成りなら取れる。いや取るか。なんじゃこれ、わけわかめ。これ取った手詰めろなんていう問題あるしな。これは詰めろ、銀逃げ桂、あ詰めろじゃないか。いやわかんね、これが詰めろじゃない読みでいくか。これが詰めろなのっていう問題あるけどね。
銀は逃げて桂馬に引けば詰まないはず、成桂に引けば、いやーそれはこれが、あー待って、角が効いてるから詰めろとかそういうことある、いやこれは詰まないね、詰まないねって、これは相手玉受けなしでこっちの玉詰まないんで勝ってると思いますけど、最後まあちょっと見てきますソフトで。というわけで感想戦なんですけど、今回は2手目3二金やったんですけど、いやまあ2手目3二金、これまあ竜王戦のエピソード紹介したんですけど、そ竜王戦の時は7六歩に3二金のはずですね、正確には。であなた振り飛車させるんですかと、矢倉になったらちょっとこう飛車先の歩を保留できてるのでちょっと得ですし、まあ矢倉というか相飛車になればちょっと得ですし、まあ振り飛車にすれば居飛車党を相手に振り飛車党させ、あ振り飛車させたっていうちょっと実践的な得があるっていう、まあ駆け引きなんですけど、まあ初手5六歩にやる意味があるのかと言われるとまあ微妙なところなんですけど、まあ最近はこんな感じで中飛車に対して金もりもりしていく指し方も出てきてるので、まあ2手目3二金にしてもそんなに損じゃん、損にならないんじゃないかっていうことでちょっとやってみましたと。でまあこっちがまあ良かったんですけど、中終盤ちょっと一手ばったりというか一手で急に難しくしてましたね。それはもうどこかだいたいお察しって感じなんですけど、取ってこれですね、これが大悪手すぎましたね。この前は3000点ぐらい小勢だったんですけど、これで一気に互角に戻ってました。いや、そんな大手銀取り見えへんって。そんな大手銀取り見えへんって。そんなとこ、打たれてもちょっと1秒ぐらい分かんなかったですからね。なんか大手か、みたいな。まあなんで銀打ちが悪手と。ここは飛車打っとけばよかったですね。これが銀取りじゃなくて、まあ銀取りなんですけど、これ銀捨てて、同玉に銀打って、逃げたら金打ちで詰みですし、同玉は金打ってこう、王手していけば、詰みっていう筋も狙ってるので、厳しいですね。飛車打つだけで詰めろになるので、まあそっちの方が良かったですね。いやー、わざわざ銀上げる人おらんよな。で、実際これもこっち、途中で劣勢になってるんですよね。銀打って取って同桂で、相手の方銀捨てたんですけど、ここは銀打たれたらこっちが悪かったみたいですね。まあ逃げるんですけど、銀なりでシンプルに迫られて、これが取って同玉桂打ちからかなり危ないというか詰めろですよね。うん、詰めろなので、また受けてとかなってくると、なんかどんどん食いつかれて嫌な形になるので、これだとこっちが劣勢だったみたいです。1000点ぐらい悪いみたいですね。まあ、本譜銀打ちには角がぴったりだったみたいで、同桂なりに銀取っておけばこちらの玉が寄らないので最後は勝ちになってましたね。銀打てばこれこっちの玉が詰まなくて、相手玉は次香車取って同玉に銀打ちからの詰めろと、桂馬取って同玉に銀打ちからの詰めろがあって、まあ、受けはないので、まあこちらの玉が詰まなくて相手玉が必死っていう、まあ、将棋の勝ちパターンですね。になったので、最後は勝ちと。いやー、薄い玉って怖いなっていう言い訳は良くないけど、大手銀取り。いや、あれは見えんかったなー。でも見えないといけないよなー。まあ、そうですよね。まあでもちょっとな、なんか大手銀取りのライン、ギリギリまでなかったのがちょっと盲点でしたね。そう、いい玉じゃなかったんで。まあ、そういう言い訳をしつつ、まあなんとか勝てたんで、はい、良かったかなと思います。実戦で役に立つ手筋を紹介したメンバーシップを配信しています。まだ右四間飛車の指し方をまとめた電子書籍も配信しています。詳しくは概要欄をご覧ください。